こんにちは。ホラーそんな感じ。こんにちは。新年第7世代のシークエンス斉藤です。よろしくお願いします。ということで今日は再びこのお二方に来ていただきました。うたたねです。よろしくお願いします。うたたねと申します。キーおばあちゃんがガチ歌の、はい、めくるくんでございます。お久しぶりでございます。ではもうハヤトモのこのチャンネル出てからこっちのね YouTube の登録数も間違いなくそうです。バンって増えましたから。前回2人の YouTube に僕出させてもらったんですけど、はい、そこで、石のことを占ったりとか、はい、はい、あとまあ2人のことを霊視したりとかっていうのをいろいろやってて、それがね半年経ってどうだったかなと、うん、結果として合ってるか合ってないかとか、うんうん、まあ方向性として良いか悪いかみたいなこととかっていうのを答え合わせをした動画をアップされてますんで、はいはい、こちらぜひぜひ見に行ってみてください。お願いします。はい、めちゃくちゃ面白いね。ということで今日再び来てもらったのにはまあ理由があるんですけれども、はいはい、まあ一個はやっぱその沖縄という場所の怖い話を金ちゃんからまだ全部聞いてない、うん、のでまた改めて聞きたいなっていうのと、うん、ありがとうございます。プラスね、なんかこの半年間の間にいろいろあったらしいので、うん、その2つをちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、じゃあまずはちょっと金ちゃんからお願いいたします。はい、はいはい、まだまだ前はなんかユタの話から、うん、あとまあ呪われた学校みたいな毎年一人数珠とかね、そう数珠とかね話しましたけども、うん、これはまあ、まあ僕の実体験ですね。はい、僕は小学校の時になんか夏休み、みんなでなんか公園集まって泥系しようってやったんですよ。で泥系してます、なんか警察と、はいはい、泥棒に分かれて泥棒が隠れて警察がそれ捕まえるみたいな。で見つかったら檻に入れてとか、そうそう檻に入れてみたいな、はい、まあ、それみんなでやろうってなって、でまあちょっとでっかい公園でやろうぜっつって、いいね、まあ、これまあ名前出します、浦添大公園っていう、うん、沖縄のまあ結構大きい浦添市ってところの大きい公園なんですよ、うん、でそこの公園でやろう。で夏休みでみんな家近かったんで結構もう夜遅く、うん、24時ぐらいに小学校だったんですけども、まあ集まって、まあ、みんなでこうやったんですよ、ワイ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 、うん、で、ちょっとね墓地とかお墓とか近かったんですよ、うん、で結構まあ広い公園でいろいろあったんで僕泥棒役で、うん、もう隠れようと思って、うん、で絶対見つかりたくないからもうどこかなと思ったら、あの防空壕があったんですよ。ほう、で防空壕が何個かあって、うん、で、全部で金網がされてるんですよ、この鍵かけられて入れないように、まあ入れないようにね、危ないから。で1個だけ鍵開いてたんですよ。あら、はい、でここに隠れようと思って、で僕怖かったけどもうやっぱ楽しさの方が勝っちゃったから、はい、絶対見つかりたくないと思ってそこの金網開けてこうやって潜りながら入ったんですよ、うん、よしここ絶対大丈夫だぞと思って入ったらゴソ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 ってなんかこう何か動く、はい、この鍵があったんですよ。で怖気持ち悪い怖っと思ってよーく目凝らし見たら人がいたんですよ。防空壕の奥に、奥に防空壕奥に人がいて、うん、なんか寝てたのかな。で、うん、うわ人いると思ってもうすぐ出たんですよ。怖い。で僕なんかまあホームレスかなと思って、うん、まあ、防空壕ってまあ雨風しのげるし、まあ、多分まあここにホームレスが寝泊まりしてるのかな、でも怖いなと思いながらまあその場も終わって、うん、でまああの泥系まあ終わってまあそれも怖かったわみたいな感じで親とかにも話して、あそういうのあったんだねみたいな感じで、まあ時は過ぎ2週間後、うん、まあ、普通にもう朝、学校行く前テレビ見てたんですよ、うん、したらなんか4年前ぐらいその当時のね4年前ぐらいに、国頭村で女子高生のバラバラ殺人事件があったんですよ、はい、でその殺人事件の犯人が捕まりましたってなってヘリコプターかなんかこう撮影されてて、はい、浦添大公園が映ってたんですよ、うん、でその捕まった現場がその防空壕だったんですよ。うん、僕が行ってた。で僕が見たその人ここに隠れててうわそれ捕まったんですよ。だから僕下手したら行かれてたっていう。そうだね、これが唯一の、もうでも顔もわからない真っ暗だったから、うわだからその人がどうかもわからない、どうかもわからんけど、もうその映されてるところがもうそこなのよ大公園の。でしかも下手したら解体してたとこもそこかもしれないってこと。うわそれはわからんわ。うわ怖いね。これはもううわってなってもうすぐもう親とかにも行って学校の先生とかにも行って、お前よくお前無事だったなみたいな。これだから下手して、うん、中高校生ぐらいで夜中に集まってなんかね、うん、ちょっとたむろうぜみたいな、たむろうぜみたいな感じで集まっちゃってたら、うん、行かれてたかもしれない。行かれてた、ね、これもうマジで怖かった、ね、なんか
なんかこの人コアというか、コアめっちゃくちゃ怖えじゃん。なんだよ、そんなやつ横にいんのかよ。よくそれをこの間言わなかった、ね、だから真っ先に思い出すけど、俺の中でのこの怖さレベルが前のそっちの方が怖かったから。なるほどね、うん、まあ一応助かったしね。そうね、はい、もう助かったからまあよかったっていう。別に沖縄だと防空壕だけど、別にね東京とかだってどの都道府県も真っ暗なさ、うん、とこって子供って好きじゃん。そうそう、あと隙間ね、隙間ね、ちっちゃい中入っちゃダメとか、コーンとかでこうしゅダメってなってるところだね、入るから、ね、入りたくなっちゃうじゃん、うん、もうだからそういうのとかで本当にマジで行かない方がいい、気をつけた方がいいね。うん、いやありがとう、ちょっとめちゃくちゃ良かった、ありがとう。なんか何でもサクッといけそうなのとかある？サクッと、はい、じゃあまあ1個だけだと。あ、すごいなあんた。これはでもごめん、これ僕の話じゃないんですけど、はい、僕あの高校の時に、うん、まあ、ここの友達が、体験した話というか、うん、友達のまあお母さんだね、うん、が体験した話なんですけど、うん、まあ、そのお母さんが、まあ、夕方にね、まあ、買い物行ってスーパーに、うん、で帰ってきて、まあ、そこマンション住んでるんですけど、うん、でそのマンションの10階に住んでて、まあ、買い物やってエレベーター乗ってでチーンって10回ついて、よし、うん、帰ろうと思ったら向こうの方かんと思ったら、あの女の人が塀に足かけてもうこう、えもう行こうとして行こうとしてる、うん、もう飛び降りる寸前だったらしいんですよ、はい、でそのお母さん、えってなって、うんうんうん、でなんか挨拶したこともある、10回のあの人だってなって、えちょっと待ってってなって買い物でバーって走って「ちょっと待ってください!」って言ったら、その人はそのお母さん見て、うわそのままうわあ怖い、これはもうストラグマになるわ、うわってなって、でお母さんはもう見れなくてバーンってなって、そのまま救急車で運ばれたけど亡くなったらしい。いやもう多分なんだろう、もう原形とどめてないもん。いやで、もうだからそのお母さんは最後に目合っちゃったのよ、この待ってって言ったけどこうやって目合ってそのまま行ったの、こうやって。いやそれマジで一生トラウマだね。一生トラウマ、飛び降り見たとかと同じだもんね。そうそうそう、電車のあれとかとか目の前でバーンとか、その人の飛び降りた人の映像を見たとしたら最後に目が合ってんですもんね。そうそうそう、ま、目合って。俺も殺人見たきっかけだからさ、あれが。あ、そうか、そうそう、霊視のね。だから、うん、めっちゃわかるけど、本当に相当ドラマだよ。いや、そうそう。で、それ、その話を、その息子、まあ俺友達がお母さん聞いて、うん、もう、それ聞いた瞬間にこいつもうわってなって、次の日に平気な顔して俺らに、こんな話あるぜって言って、え、なになにって言って、すごいな、心臓。っていう、テンションで話して、全部再現して、みんな、はぁはぁってなって。楽しいひとときになっちゃった。楽しいときになっちゃったけど。でも俺ね、冗談抜きでその方がいいと思う。ああそうなんだ。自分の中に残して、自分のこういう怖いことがあったんだ周りに言うのは申し訳ないなっていうんじゃなくて、うん、アウトプットした方が多分そういうのってね、たまんないで済むと思うの。なるほど。悪いもんとしても抱え込んじゃうから、うん、あー嫌なもん見たってなっちゃうから、うん、そのお母さん多分息子さん伝いとかに行って、うん、言って、うん、よかったんじゃないかな、ね、別にそのお母さんが悪いわけじゃないし、まあそうね、まあ、たまたまそこに居合わせちゃったっていうね、だけだから。確かにほんとそうだな。いや短いのって無茶振りしたのにすごいいいのくれたね。いやもうこんな感じでございます。これはね俺聞いた話で、うん、一番怖かった。怖いの、本当怖い、一番怖い。もうなんかすごい想像ができるから、うん、イメージが。いやでも石もさ、はいはい、実はちょっと怖い話あるって聞いてるんですよ。俺ある話っていうか、なんかちょっと実体験でちょっとあったって聞いたんだけど、はい、まあ、怖いっていうか、まあ個人的にねすごいゾクッとした。その、まあ、接骨院の先生が僕が痛い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 って言ったら、まあ、僕がまあお付き合いした方がありまして、うん、私やっちゃってるよね、あれ僕はこのこと言ってない、付き合ってるって言ってない、言ってないのになんでそれ知ってるんだっていう話。